小畠川は、埼玉県を流れる一級河川。荒川水系オッペ川の支流である。埼玉県反応市大技、宮沢の宮沢湖に源を発し、途中、中手橋下流で、南小畠川を合わせ、川越市と坂戸市境界付近の落合橋下流で、オッペ川に合流する。オッペ川に合流して間もなく、入間川に合流するため、入間川の直接の支流と誤解されやすい。 源流の宮沢湖には、反応小張瀬戸地区で、入間川の取水口から入間第二用水を使い、通水し、貯められた水は、小瀬川流域の水田等への用水に利用されている。このため小瀬川中流部には固定された石が多く、魚類の素状が制限されている。入間川で、せぎれが発生する状況でも、流域付近は副流水が豊富で流れが途絶えることは、ない。 高架の歌詞に小畠川が込められているほど親しまれている河川である。上流の宮沢湖から国道407号線を交差する付近までは、かなりの部分が昔の里川の雰囲気を残しているが、この付近から下流の五伊勢橋までは河川改修により護岸工事が施され、石垣で川辺を形成しているところがほとんどで、水面へのアクセスが悪い。五伊橋付近には、 小畑水町の合公園があり桜並木や野鳥が多く、これより、下流は水辺を散歩できるように遊歩道が整備、されている。東上線鉄橋からは100メートルを超える包み間となり、おっぺ川と合流するまで続く。水流は10メートル程度の幅で流れ、川辺には足が早気が茂り、自然の姿が残され、五井橋から金堀橋付近までは川辺りを、さらに下流は、 堤防場を散策できるように整備されているため、市民の憩いの場となっている。東上線鉄橋を境に上流を、埼玉県反応県土整備事務所が、下流は国土交通省荒川上流河川事務所が行っている。川遊びもできる清流であったが高度、経済成長時代に水質が悪化し、 下水処理が整備される前は汚染度が高くとても川遊びなどできる状況ではなかった。ここ数年は流域の本下水化が進み水質が改善され良好な状態を保っている。水域から離れた西部高麗団地及び西部鉄道車庫の処理された下水が駒川を迂回し導水管で小畠川に排水されているのは気になるところである。例年行われている。 水生生物による川の汚染度調査では、平高下郎、ヒル、東ヨシノボリ、タモロコが確認されており、水質階級位置となっている。最近では、ウグイやオイカは、カワムツ、ヌマムツ、コイ、フナ、ニゴイなどの魚が釣れる。外来種であるオオクチバスやコクチバスの生息域も拡大している。通常は悪臭を放つことはないが、増水後は、 下水臭が残ることが多い。上流より記載小瀬川とオッペ川の合流点。ありがとうございます。